皆さんこんにちは、メルです。昨日ねレクレイズを紹介したんですけど、ちょっとね動画を見てくれた友人がトレーニングちょっときつすぎるってことで、もうちょっと簡単なトレーニングを知りたいっていうことを教えてくれて、あ、確かにトレーニングやったことない人とかはレクレイズ結構難しいのかなと思いまして、今日はですねもう少し簡単にできる腹筋をまず紹介します。はい、お家でできる簡単な腹筋、まず用意するものはこういう水が入ったペットボトルですね。慣れてくると、まあ、例えば2キロとかでも全然できると思います。まずはねこんぐらい、ちょっと500ミリを用意します。であとはまあこういう敷くものが何かあるといいと思います。はい、腹筋なんですけども、なんか普段皆さんが腹筋をするってなると結構ねこういう腹筋こう戻ってくるみたいな、まあ、誰か足を押さえてもらって、今のような腹筋を皆さんは多分普通の腹筋っていうと思い浮かべると思うんですけども、これよりもかなり可動域を少なめに腹筋をすることができます。ではやっていきます。はい、まず普通に寝転がったらこうですね、持っているペットボトルを天井の上顔の上に上げます。まっすぐ、はい、これでもう準備完了です。でこのペットボトルを天井につけるイメージを持ってこういう風に上がる下がる上がる下がる、手は伸ばしたままペットボトルを天井につけるっていうイメージですね。なのでこうじゃなくて真上に上げる上げる上げるって感じです。これだとね可動域もすごい狭いんですけども、すごいお腹に効きます。もし誰かね一緒にやってくれる人がいる場合はこういう感じで手を横に座ってもらって、手をここに置いてもらう、でこう目標を当たるっていう感じ、わかります？目標をここに手を置いてもらって、でここにこう当てるイメージでやっていくとすごいわかりやすいと思います。横にねこうやって持ってあげるとつけやすいと思います。ここだよっていう目印をねやってあげると、はい、さらにやりやすくなると思います。動画で見るとかなり地味な動きというか、これ本当に腹筋使ってんのくらいのね感じだと思うんですけども、実際やってみるとかなり腹筋のね、昨日はまあレッグレイズはこの辺結構下腹部になるんですけども、今回のやつはこの真ん中あたりですね、真ん中からちょっと上にかけてこの辺に効きやすい腹筋となります。はい、結構きついですこれも、はい、ただレッグレイズよりもやりやすいと思うのでぜひ試してみてください。ということで今日も見てくださってありがとうございます。この動画が少しでもいいと思ったら高評価、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。